国道203号起点佐賀県唐津市、川原橋交差点国道203号は佐賀県唐津市から佐賀市に至る一般国道である。唐津市と佐賀市を結んで佐賀県を南北に縦断する幹線で、ほとんどの区間で JR 唐津線と並行して走る。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り。 唐津市の国道202号交点である、河原橋交差点が起点で、松浦川を渡り唐津線と並行して南南東に進み、山本地区を抜け大地町に入る。大地町以南では、九浦木川、唐津線に沿って南東に進む。唐津市役所大地支所のある大地町の中心部を経て、大地長下 IC から、九浦木バイパスに入り、牧瀬 IC で原道と交流する。 やや急なカーブ、勾配のある、笹原峠を越えて、タクシーに入る。笹原峠を越え唐津線の踏切を渡り、タクシーの中心部に入ると東側に向きを変え、唐津線から離れ、タクシー役所の前を進む。市中心部のタク現交差点から、市東端部の一本松交差点までの間は、旧道のほか、旧道の北側の旧ギタク道路、長崎自動車道沿いに、 東宅バイパスが整備されている。一本松交差点で旧道とバイパスが合流し、再び唐津線と並行して小木市に入る。国道34号からの分岐佐賀県小木市、三日月町五条交差点小木市に入り再び唐津線と離れ、市中心部に入り、小木市役所小木庁舎の前を通る。市中心部の東道路の南側に小木公園がある。 三日月町に入り、南東に向きを変え、小城市役所三日月町舎の前を通る。三日月町五条交差点で単独区間は、終わり左折し、国道34号との重複区間に入り等身し、佐賀市中心部に近い佐賀アリーナ前交差点が終点となる。小城市の旗田交差点から春田小学校手前までの約750メートルの区間は、 戦時中に簡易滑走路として整備された歴史がある。トンネル道の駅佐賀県唐津市大地町佐賀県道38号、大地山内線と佐賀県道40号浜玉、大地線との交差。ありがとうございます。